皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はパスポートケースとして使っているトラベラーズノートのパスポートサイズをちょっとだけカスタマイズしようと思います。よければ最後までご視聴ください。これが私がパスポートケースとして使っているトラベラーズノートのパスポートサイズです。そしてこの間新春イベントのためにいろいろと購入してきたものなんですけれども、こちらコットンジッパーケースと、あとはチャームですね、鈴製のチャーム、これを取り付けていきたいと思います。せっかくなのでこのゴムも変えちゃいますかね。それでは早速始めていきます。今はですね、初期のゴムバンドにこの透明なケース、台湾に行った時のカードが刺さっていて、あとこれも購入当時についていたリフィルです。あまりにもこのパスポートケースを使う場面がなかったので、このリフィルをスタンプ帳にしました。この間東京駅とかでいろいろ押してきたものです。これは丸善の中にあったスタンプのやつですね。これもこの丸善限定のこのスタンプ好きです。ここからはトラベラーズノートのやつですね、10周年のやつ、それから新春限定のやつ、製品書店のやつとか、ここからが中目黒ですね。中目黒のこの、お店のスタンプとか、これもまた新春のスタンプ、これめちゃくちゃ綺麗に押せましたよね。ラジオとかアイスクリームとか、サファリな感じとか、まだこれだけしか押してないんですけど、たまに気が向いたら持ち歩いてみようかなと思います。で、まあパスポートは見せできないんですけど、一旦すべて、それしか入ってないので一旦すべて取り外しちゃいます。とこんな感じですね。今すべて取り外しました。このしおりのこの紐が嫌なので取っちゃいます。うまく開けられる自信がないので、なるべく根元に近いところからカットする形でいきますか。まずこのコットンパスケースですね。他の色も確かピンクっぽいのと青っぽいのとかあったと思うんですけど、私はこのキャメルに合わせて黄色にしました。黄色って感じですけど、実際はもっと落ち着いたちょっとオレンジとか茶色みのかかった優しい黄色というか、秋っぽいカラーの黄色だと思ってもらえればと思います。オンラインとかの商品画像とか見た方がイメージが近いかもしれません。このジッパーケースはまずここがファスナーになっていて、小物を入れられるスペースで、ここも仕切りになっていて、こっちがちょっと浅めの仕切り、こっちがちょっと深めの仕切りですね。これしかないんで、これですけど、これぐらい入るとこれぐらい入るものって感じですね。このパスポートサイズの用途がパスポートケースなので、旅行とかそういったところでメインになるので、そういった時のお金ですね。これを一番後ろに取り付けて、これかな、こう取り付けて、でこうかな、これをここには入れられない。スタンプ帳はなるべく身動きできる状態にしておきたいので、一旦これは
止めずにこんな感じでいきますかね。で、ここにはお金ですね。なんかそう、これに海外のお金を入れてたんですけど、こんな感じの、なぜか1万3000円分の現金が出てきました。私旅行に行った時の余りのお金なのか、へそくりしてたのかは分かりませんが、ちょっとこれはこれで置いておきます。台湾はまた行きたいですね。なんて言ったって製品書店がありますからね。で、これをこう、結構ちゃんと作られてますね。さすがに裏にタイヤはないけど、こんなエンジンっていうんですかね、4つくらいついてるし、すごい。こんなになってんですね。ここのゴムはオレンジはちょっと。このご時世でなかなか旅行にも行けませんけど、せめてこういったもののカスタマイズぐらいにお金はかけてもいいですよね。道が、まあ旅行先でのチケットとかを一時保管するような感じになるかな。で、スタンプ帳、これはこれ単体でも持ち歩いてもいいかなと思って、チケット、そしてパスポートケース、パスポートで、ここもちょっと入っている切符のスペース、そしてお金。ここはまあ旅行に行くたびに入れ替えかな。封筒でお金管理するの嫌だったので、こういうポーチに入れ替えてみました、旅行にはなかなか行けませんけど、ちょっとでも次の旅行が楽しくなるようにカスタマイズできたり、なかなか使えないお金をこういうところにアップデートできたかなと思います。これはこれで良かったですね。次いつ行けるかは分かりませんけど、その時までに入れるとこっちの持ち歩き用も楽しくできたらいいですね。普段はパスポートケース自体使う頻度が少ないので、この購入時についてきたコットンバッグに入れています。今回もかなり厚みが増したんですけど、意外と収まりましたので、このまましばらく出番が来るまでお休みしてもらおうと思います。というわけで今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。